2本入ってきました、はい、超えるのに引き流しまで190らしい、はい、190の引き流しの左行ったら、うん、やっぱ池入りやすいんで、うん、できればバンカーを頑張って打ってもらいたいです。ドライバー？うん、ドライバーじゃなくていいです。なくていいか。おだからイメージは広く取ると、はい、広く目に取ると引き流しとバンカーの間でいい。はい、はい、うん、やっぱプレッシャーないというか広めに使いたいですよね、マネジメントでは。あのよくわかんない、低いところはしょうがないみたいな感じ、うん、そうそうそう、ないみたいな。奥のやっぱり飛びすぎて奥行け入れちゃうのがやっぱ一番ダメだ。ダメ、もうやっぱペナルティーは良くないんで、はい、5番ウッドですか。いや、4番ウッドです、はい、だめ、ね、今の殴りました、超えた。しかもなんか止まれ止まれやめろ、止まれ。カート道に跳ねて。よかったです、あっちの道で。右の道だったらちょっとあれなんで。左も今はちょっとあっちに狙ってた分、はいはい、ダフって低かったけど、はい、まだマシでした。だってこう名物ホールってちゃんと言ってましたよ。超名物でした。毎回私も、はい、長くないのに、うん、どっちにハマるホールで。はいはい。なんか嫌だな嫌だなって思う方に、で次もまた池越えなんですよ。そうですね。そこは何ヤードですか。146。いつもだったら何番ですか。いや、あれが手前の花道があったら8で行きたいんですけど、はいはい、絶対無理なんで7で、ね、しょうがないです。もう奥 OK で行きましょう、はい、一番やっちゃいけないのは池、うん、それだけクリアしてください、はい、うん、狙いは右、こっちが右たいんですけど、あの左行け深いじゃないですか。はい、ですから右でいいですか。右ミス OK です。OK、うん、右ミス OK、 右ミス OK で、躊躇しない。おお、触れとる。躊躇しない。ちょっと緩んでるからね。うん、向いてる方行った。よいしょ。躊躇しなかった。おお、あ、来た。よく来ました。おお、特大キック。いやいや、いや悪くなかったよ。フットジョイでこの前スピードゴルフやったやつ。フットジョイとリンゴルフとフットジョイ。フットジョイ、これめっちゃ気に入ってるんで。この靴どこがいいんですか。ソフトスパイクで、うん、靴ずれしなくて、うんうん、パターが打ちやすい。なんかあの、うんうん、地面を全体で感じれるんでパターがすごい打ちやすい。今日はあれですね、白ですね。そう、ノンスタイルの石田さんみたいですね。暑いんで爽やか。なん最近の流行りですか。あ、この前もそうだった。白だった。なんかこう統一モノトーン、モノ、なんていうんだろう、一色コーデみたいな。モノトーンです。でもこうちょこちょこつけてんだよ、こうちょこ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 ね、ポイントネイビーね。ここコンとか、はい、ゴー、もちろん、うん、これやるでしょ。先ほど小暮さんが一つ目のバーディーを取りました。おー、うまい、うまい、ナイスパー。この人入る。いや、だってライン読みうまいもん。本当ですか。褒められた。うわー、このボールちょっと、向こうに下ってるんですよ、グリーンが。うんうん、グリーンで見えない、ちょっとイメージ出づらいですよね。これむずいですよね。距離感が。大きめですか、小さめですか。大きめで打ちます。アゲンストなんで。はい。すごいターフ取ってったよ。うん、ナイスオンです。これ行ってみてびっくり、小暮さんがショートでした。ナイスオンだと、私で大きいかなと思ったら、しかもそんな右でもないっていう、あんな右飛んでったのに。
ライン見えました。はい、ありがとうございますこれ2個目ありますね、はい、よし、このあのあれをなぞって、あれをなぞって、距離感難しいんですけど、うまいよ、来たよ、あー来てるー、うっそー、横ナイスパ。前半最後のマネジメントです。のもう距離もあるんで、あそこの左のあそこの木に向かって、でかい方でかい方、あのもう右はちょっとあの距離もちょっと気になるんで、はい、したら小暮さん、兄にちょっと、はい、ワンポイントアドバイス当たってないんで、タイミングちょっと早いんです、タイミング、うん、タイミングだけです、タイミングだけ、ちょっと一回素振り素振り、はい、一回素振り、普通に振っていいですか、はい、それでいいです、それでいい、これでいきます、はい、お、当たった、完璧ですよ、 OK、 よいしょ、いやいや、ナイスナイス、よかったね、ありがとうございます、よかったね、なんか今やっとやっとなんか降りたね今、はい、150、あ違うか、これでも左サイド打ってっちゃってそんな刻みますよ、あでも刻みましょうか、そしたら池に入らないクラブにします、池に入らないクラブで左の木の上ね、150ぐらい打って大丈夫ですよ、はい、3打目勝負で、チャンク、チャンクだと思うよ、チャンクか、ペラペラ先っぽショット、刻みということはピンも狙わない、グリーンも狙わない、フェアウェイが広いところなんで気軽に打てれば、むしろ刻みってスイング調整にもなりますから、思い切ってください、ここはそうそうそう、フォローをフォロー出して、もうエッジでいいんですよ、フォローをしっかり出す、はい、いい感じ、いいんじゃない、いい感じ、あれ、オッケー、ナイス、うまー、激うまです、じゃあ真似して打ちます、お、真似した、はい、ナイスです、あっ、あっ、いや、ちょっと、そうですよね、午後もよろしくお願いします、前半、小暮さん、はい、マネジメントしていただきありがとうございました、いやいや、ちょっといきなりそれ突っ込まれると僕ができてないっていう、いや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 、後半はちょっと、はい、小暮さんあと2個ですよね、はい、あと2個バーディー目標、うん、ではい、後半はあとマネジメントもするんですが、はい、ちょっとあの小暮さんに聞きたいことがたくさんあるので、はい、インタビュー多めでいきたいと思いますので、よろしくお願いします、はい、前半40で回った三枝さんです、はい、後半は32で回りたいと言ってました、言ってない、言ってない、まっすぐのロング、はい、右は広いですね、まっすぐ行った、この辺ですね、グレさん、はい、ジャンボさんのキャディーするときに、はい、どういったことを意識しとる、しとるというじゃないね、なまっちゃいました、してますかと言いますか、もう無意識にしちゃってるな、やっぱスピード、スピード早く、あ、早く、うん、計算も早く、早く早く待たせない、パッ、あの例えば質問されたら、はい、何でもすぐ答えられる準備、でも誰でもそうだと思います、あ、もう何、いち早く、じゃあもうだからこうだって言われたら、あ、こうですとか、その Q&A を早く、おえ、じゃあ予測もするんですか、予測もしときます、準備じゃないですけど、こういうことを状況判断しとくってやつですかね、あ、まあ、風はって言われたら右からとか、こうだ、
あ、いきなり聞かれてそこから考えるんじゃ遅いんで。なるほど、はい、でプレーファーストにつながる。やっぱプレーが早いプロはうまいですよ。ジャムさんはプレーは早い方なんですか？早いですよ。早いですよ。構えたら打つまでもすごい。だって素振りしない時もある。小声で素振りしない時もあるらしいです。5番あります。5番の方がいいです。あ、ロフトがあった方がラフはいいんです、ね、いい。もう10ヤードしか変わんないからですけど、そっちの結果的に飛ぶと思う。右のバンカー狙い。すっぽ抜けた。なんていうか、天ぷらってすっぽ抜けた。こういう風になるんだよね、ラフって。ちょっとすくい上げてもいいですよね。上から当てにいっちゃうからね。あ、もっとすくう。今ミス2回続いてるから、振り切ってバンカーに入んないですよね。入んないです。置けないです。200あるって言ってたんで、はい、上げてます。やっぱ急にこうなってると打ちやすいですね。そうですね、さっきの左下からの方がライに比べると。完璧だわ。全然やっぱ違いますね、うん、僕と一緒のとこだよ。はいはい、アプローチ勝負だ。よし、アプローチ勝負だ。これは結構落としどころが、うん、上りで突っ込みたいですけど、あんま奥行き過ぎちゃってもダメですよね。でも頑張りましょう、突っ込みましょう、はい、気持ち45だと思ってるけどもっとありますよね。ただ、はい、あ、50もありました。まあ、目感情の修正もね、それでできますから、はい、はい、怖がらぬ、はい、怖がらず。いいんじゃないですか。いいよ。おお。よいしょ。小暮さんとの対決です。あれより近く寄らないとなんか。そうですね。うん、いいプライドにかけて。僕はちょっと。おお、打ち込んだ。近い。近い。近いです。崩しますよね。いやー、これ迷うな。最後はもう決めてもらわないと。あ、自分で、うん、納得。ミニカップいっぱい、うん、オッケー。うわー、ちょっとナイスタッチだ。外してましたね、うん、カップ外してた。思ったところには行きました。ち、うん、どう？ナイスバーディー。あ、2個目。2個目。ってことはあと一つで目標達成となってしまう。ナイスバーディーでーす。やっと早めの2個目。すごい。YouTube のこれ小さくない？YouTube のチャンネル登録と高評価、コメントよろしくお願いします。